今週紹介するのはですね、こちらでございます。Kindle Paperwhite でございます。Amazon の、もう読書専用タブレットっていう感じですね。これですね、昔俺はね、初代からずっと持ってたんだけど、まあね、昔のね、Kindle Paperwhite はね、使い勝手がね、悪かったんでね、挙動がすごくもっさりしてて、まああんまり、読書体験良くないなという感じで、昔使ってたんだけど最近使わなくなってて、で、この間のね、Amazon セールで、なんか最近のは良くなってるぞという風に、レビューとか書いてあって、あ、じゃあちょっと気になるなと思って、で、買ってみた次第です。はい。で、これ、買ったんですけど、やっぱね、最近のね、Kindle Paperwhite すごい良くなってる。はい。よくね、俺本をたくさん読むんですけど、こうね、お風呂の中で本を読みたいんですよ。ただお風呂の中で、こう紙の本読むと、しわくちゃになっちゃうじゃないですか。それがね、なんともなーっていう時に、昨今のね、Kindle Paperwhite防水になってるんですよね。で、お風呂の中で読書ができるって、もう、こう、もうそれは一点、そこ一点でね、もう俺は買いだなと思って買ったんです。でね、ちょっと一週間くらい使ったかな。一週間くらい使って、進化したこの Kindle Paperwhite のいいとこ悪いとこみたいなのをちょっと説明していこうかなと思います。はい。で、俺が買ったのはですね、Kindle Paperwhite広告ありっていうモデルなんです。で、このね、Kindle Paperwhite広告ありがね、ですね、本当にね、ちょっとね、やっちゃったな、失敗したなっていう感じで、みんなにお勧めしたのは、Kindle Paperwhite広告なしモデルです。広告ありっていうので、2000円安いんだけど、2000円払ってでも広告はなくした方がいい。うん。で、まずね、こんな感じで、もうこれ今スリープ画面なんだけど、なんか、おすすめの本が、なんか、広告でね、こんな感じで、おすすめの本が表示されるんですよ。これが、これが、すげえうざい。なんかその、なんか、全然別に俺興味ないし、これ。ないし、しかも、よし、じゃあ本を読もうと思った時に、スイッチがね、この下にあるんだけど、これを押して、押すと、このぐらいの挙動で、あなたへのおすすめで出て、で、スワイプしてロックが解除できると。これでようやく、読書のね、本の、自分が持ってる本が開くという感じで、このボタンを押してスワイプっていう2工程やんないと、開かないと。まずこれが超ストレスです。なので、もうここだけで俺は広告なしモデルを2000円払ってでも広告なしモデルを買えばよかったなって超後悔しております。はい。ただね、この読書のね、読書体験は非常に良くて、本当にね、紙っぽい質感。これはね、昔の Kindle Paperwhite の時からもそう感じてたんだけど、やっぱね、今改めて持ってもすごい本当にね、目に優しい。本当紙を見てるような質感で読書ができます。うん。で、これは非常に。で、俺がね、とにかく懸念していたのは、この挙動のもっさり感なんだよね。昔のペーパーホワイトは、ほんとここタップしても全然ページが切り替わなかったり、なんか 0.5 秒ぐらいしてページが切り替わってたんだけど、今のはね、全然、こう、わかるかな？このサクサク、こうパッパッとね、ページが切り替わっていく感じがあって、読書体験としては、かなり良くなってますね。うん。なんだろうな、タブレットの普通の iPad みたいな感じの、この、センサーのこの挙動ではなくて、このね、例えば下にこうスワイプさせると、このね、iPhone の Kindle アプリと同じようなこうページをね、こう早回しできるのがあるんだけど、こいつの挙動とかは結構もっさりします。なんかこうページ送りってると、わかる？このね、すごい時間を置いてこの動く感じ。これちょっともっさりした感じがあって、それはそれでちょっとね、いまいちだななんだけど、まあ普通に1ページ、1ページめくってこう読む分には、結構サクサク読めるので良い感じです。で、画面もやっぱり結構明るさ、昔ね俺が持ってたのはバックライトがなくて夜とか見れなかったんだけど、電気真っ暗なところでもバックライトがあるので、読書ができます。で、明るさとか色の濃さみたいなのも調整できて、自分好みの、まあ、ちょっと赤っぽい髪の質感とか青っぽい髪の質感、もしくは あと明るさだね、明るさも調節できるので、夜中のね、電気真っ暗にして寝るときにこう読書するのもかなりいいです。んで、スマホで読書するよりブルーライトが少ないのか、目がねとにかく疲れない。スマホで Kindle とかをこう本読んでると目が結構こうシパシパしてくるというか、しんどいんだけど、これならそんなことがなくてかなり良いです。はい。で、なので、本好きな人。で、お風呂の中で読書したい人はもちろん、夜中にね、電気真っ暗の中で読書したい人ももちろん、あとまあ普通に読書したい人にかなりおすすめできる感じです。ただ、本当にこれ活字系のものと漫画
しかやっぱり向かないので、こう大きいね、図鑑的なやつとかカラー描写がないので、そういう大きい本とかを読むにはまあ向いてないかなと。そういうのは iPad とか、実際紙の本のがやっぱりいいかなという感じです。はい。でなのでまあ本好きにはかなりおすすめなんですけど、まあ一週間使っててちょっと気になったことが、いくつかあります。まず俺はとにかく広告ありが超邪魔。はい。今ね、今まさに出たんだけど、俺のね、おすすめがさっきからすごい出てくるんだけど、このおすすめのね、本にね、この松岡圭介さんのこの JK って本がね、あなたへのおすすめがあるんだけど、これさ、これ別に誰に見せるわけじゃないんだけど、これさ、人が見たらちょっと嫌じゃない？あなたへのおすすめ JK って書いてあるってさ、これ嫌じゃない？これすごい嫌なんだ。ここに何がおすすめされるかわかん、ランダムで出るので、すごいビクビクしながら裏閉じてるので。これが超気になるのが1点と、あともう1点が、画面が比較的指紋がすごい目立ちます。今このね、感じでもちょっとわかると思うけど、この画面汚れがすごい目立つと思います。これはまあ、なんつかな、このやっぱ、紙っぽい質感の画面だからある程度は仕方ないのかなと思うんだけど、やっぱりちょっと気になるは気になるんじゃないかな。なのでまあフィルムとか売ってるので、そういうのをもしあまりにも指紋が気になる人はつけてみるのもいいのかなという感じです。まあまあ個人的には指紋気になるんだけど、でもなんかまあわざわざフィルム貼って、使うほどでもないのかなっていう感じがありますね。はい。でもう一点最後、やっぱ気になる点が持ちにくいってとこです。すごいツルツルした素材なんですよ。で、まあ、こういう感じのサイズ。普通に、まあ、こういう、こんな感じのサイズ感かな？うん、ラス・ハリス先生の、サイズ感と比べると、こういう感じですよ。片手で持てるサイズではあるんだけど、ちょっとね、片手で持つにはちょっと疲れるっていう感じ。寝ながらこうやって持つにはすごい疲れるし、かといって、なんかこうやって持つには少し重たい手がこう疲れる感じなんですよね。うん、まあ、そこまで重くはないんだけど、ちょっと疲れると。あと少しスベスベするので滑っちゃうというので、このまま何もなしで読書するには、なんかこう微妙な持ち方に、なんか持ち方が定まらない感じがあるんですよね。で、なので、個人的には、こう、スマホの、こう、バンカーリング、アイリングとかってあるじゃないですか。ああいうのをつけて、やっていく方がいいのかなと思って、今、アイリングをなんかこう、何個か買ってみて、ここにつけようかなと思っている感じです。うん。こういう感じでね、持つと、こう、つるっとね、滑っちゃうんですよね。だから、ちょっと持ちにくいっていうのがちょっと気になった点かな、という感じですね。はい。そういう感じ。で、やっぱ、だから、広告ありは、マジで、この、ボタンがここ、ボタンがあとこの下にあるっていうのもちょっと気になるんだけど、このボタンが下にあって、これを押して、はい。こちら、わかります？この、ちょっと待ってね、このね、軌道のもっさり感ね、軌道、今、これがね、マジね、マジあれ。マジあれっていう感じです。はい。で、このやっぱ、あ、ほら、これ、かるこの広告。これ今表示されて、ここ池袋レインボー劇場一巻っすよ。これおすすめされてるんですよ。これなんか女の子がなんだっけ、ストリップにデビューする漫画なんですよ。こういうのを広告で出されるとマジやべえ、やめてくれよって感じで。で、これオフにできないんですよ。広告ありモデルは。これが嫌なら広告なしモデルを買わなきゃいけなくて、失敗したなーっていう感じで。で、Kindle Paperwhite 現状ね、結構、いろんなラインナップがあるので、ちょっとね、それぞれの企画なんですけど、セールやってない時の、価格帯表示なんですけど、まあ、普通の Kindle ってやつが1万980円の、で、俺が今回買ったのはこれ1万4980円の Kindle Paperwhite っていうやつですね。この2番目の。で、これだと、結構進化していて、まずね、一番の違いはここですね、充電ケーブルが USB-C になってます。普通の Kindle はマイクロ USB だし、一番ね、最上位機種の Kindle Oasis ってやつかな。これもマイクロ USB なんですよ。だ若干、もう古いんですよね。世代が変わってるものは USB-C になってて、で、この Kindle Paperwhite は USB-C になってると。まあ、最近もうなんか USB-C 増えてきてるので、まあ、USB-C の方が嬉しくないですかっていうところです。はい。で、ここですね。Kindle Paperwhite は防水機能があるっていうのが普通の Kindle との違い。
防水機能。やっぱお風呂の中で読みたいですもんね。うん。っていう感じかな。うん。で、まあもちろん Kindle Oasis だと、この辺の機能が、人間工学的なデザインとかですね、ページ送りボタンとかね、ついてたりして、より読書体験はいいんだけど、まあちょっと今買うと世代が古いから、マイクロ、もしこの Kindle Oasis のね、最上位がいいよっていう人は、Kindle Oasis の、世代が新しいのが出てから買うのがいいかなっていう感じです。まあそれ以外だと今買うなら Kindle Paperwhite で十分かなっていう感じです。まあちょいちょい不満点はあるんだけど、おおむねいい感じの製品です。普通にこれで最近結構読書がはかどっておりますね。はい。で、なので読書好きな皆さん。特に活字の本と漫画ですね。をよく読む方は Kindle Paperwhite 一家に一台いかがでしょうか。はい。というわけで今回のレビューはこんな感じでございます。